はい、えー、速火事故の工夫です。今日ね、12月の12日の朝4時なんですけども、エイダー100円超えてますね。すごいですね。ちょっとこうクリックしてみましょうか。上から順番にビットコイン、イーサリウム、テザー、エイダー、リップルとありますけども、このうちテザーっていうの以外は、結構注目して私もね、えー、見てるんですけども、エイダー。えー、現在102円ですね。 すごいですね。60円超えたあたりから本当日々ぐんぐん上がってきてるなってところがあります。うーん。すごいなはい。で、今日ね、すごいなすごいなばっかり言っててもしょうがないんですけども、ちょっとこんな記事を見つけました。これね、ADA、体の枝のことをイーサリアムキラーっていう風に呼ぶ方がいるらしいんですよ。要するにイーサリアムを超えた機能を持つ新しい通貨、体の枝ってことなんですよね。 まあ、あの、この、カルダノエダの、まあ、制作者の中心人物として、チャールズ・ホスキンソンさんっていう方がいらっしゃるんですけども、この方、イーサリアムの、まあ、生みの親とも言われていますけどね。まあ、ですんで、そうなるのは裏付けるかなと思うんですけども、まあ、私も最初ね、すごいなと思ったのは、イーサリアムを作った人が、最後の仕事として、カルダノをやったんだよ、ってことで、これは売れるだろうと思うわけですよね。はい、えー、それではちょっと記事の方を読んでみましょうか。 時にイーサリアムキラーと呼ばれる暗号資産のカルダノとポルカドットの人気が高まっている。はい。これ2日前の記事ですけどね。えー、価格がですね、ADA、いくらの時だったかな ?80 円ぐらいじゃなかったかなデータサイトのメッサリーによるとカルダノの時価総額は9日18日時点。3日前ですね。 えっと、224億5000万ドルで、ポルカドットが217億7000万ドル。暗号通貨の時価総額ランキングではリップルを抜いてそれぞれ4位5位になったということですね。うん。分散型金融デファイですね。こちらの人気の盛り上がりとイーサリアムの取引手数量の上昇が原因だと。イーサリアムは確かにね、ガスって言って取引手数量高いんですよね、うん。そこが問題ですよね。 で、使い勝手が悪化するイーサリウムという風になっていますけども、まあこういうのもね、あってなんですが、体の人気が高まっていると。でもね、イーサリウムを弁護するわけじゃないんですけども、イーサリウムも、まだまだに行きますからね。まあ今ね、18万とか19万うろうろしてますけども、これね、イーサリウムも100万ぐらいには、うん、やっぱり行くと思うんですよ。ちょっとね、ここで今回、 今日どうこうこって話せないんで、すすすけけけどど私がねねそういういい風に感じててるるんんでででよなとくっわませんけどもでデファイ人気とビットコインの高騰とありますよね。まあ、ビットコインの高騰ってのはわかりますよね。もう価格があまりにも高くなりすぎて、手が出ないと。で、ビットコイン今から投資するにしても、多くの方は、うん、例えばね、500万円から600万円に上がったとしても20%なんですよね。だからこれ100万の時に買っておけば、 ま、500倍、あ、500%ですか結構ね、ダイレクトに恩恵を受けれたんですけども、ちょっと手遅れ感あるんですよね。ただビットコインもね、まだまだだと思いますよ。うんまだこんなね、500万とかでは手ぬるいというか、1000万でもまだ安いんではないかなと思いますよね。で、えー、カルダノのことですけども、カルダノとポルカドットってまだまだ開発進んでるんですよね。 まあ、ある意味ビットコインいてのはもう開発が終わってると言えますけども、ベンチャーキャピタルのアウトライアベンチャーズが2月初めに発表したレポートには、2月初めって今でも2月初めみたいなもんですけどね、うん、体のイーサレムに続いて2番目に積極的な開発作業が進められているということです。うん。一方、ポルカドットは昨年7月から11月に向けて、月間のコア開発者の数が倍増したことが記されていたと。 うん、で、最後の方ですけども、メッサリーによると、ソラナ、コスモス、アルゴーランドなど、他の主要スマートコントラクトプラットフォームの暗号資産も大幅な上昇日しているということで、ADA もそうなんですけども、スマートコントラクトプラットフォーム型、こちらの方の暗号資産ってのが、随分値を上げてるみたいですよね、うんまあ。スマートコントラクトって言ってもね、何がどう役に立つのか、 はっきりわかんないところですけども、ADA はその急戦法と言えるというところなんでしょうね。そこに可能性が集まってるのかなと思います。うん。まあでもね、感無量ですね。ADA。確か0.2円とか0.22円とかでプレセールがあったと思うんですけども、そこからずっと待っててらっしゃっ方ったってことがね、上場した時もすごく話題になりましたけども、それから一気に1ドルいって、 ガーンと下落して2円3円をうろうろして、まあ5円6円という時代も長かったんですけども、ついにね、102円。まあ1ドルあたりに来ましたね。現在は104.768が1ドルですから、いや本当はあと目と鼻の先っていうか、明日になったらもう1ドル超えてるんじゃないかなと思いますね。うん、まあ、体の枝、まだまだ、まだまだこれからもっともっと広がっていくと思いますんで、価格上昇は私はまあ疑っていないんですけどもね。 こんなもんじゃないと思いますよ。もう一桁ぐらいつくんじゃないかなと思いますけども、皆さんの様子はいかがでしょうか